はいはいはい、サイネー巨人純粋やってます、タカチでございます。ということでいきましょう。桑原投手使ってみたやっていったけど、はい、ということでですね、新メンバー桑原投手ですね、まだリアタイでは一度も使ったことないんですけども、ゲットしましたので使っていきたいと思います。まず能力から見ていきましょう。はい、ということでこちら桑原投手なんですけども、 A ランクがねちょっと1枚しかないということで、まだ凸1までしかできてないんですけども、スピリッツ4100で使うことができますよといった感じで、今日はこちらで使っていきたいと思います。早く極みに持っていきたいですね。で、球種なんですけども、ストレート、カットボール、カーブ、フォーク、高速シンカー、スライダー、サークルチェンジとなっております。まあね、パッと見た時はねそこまでかなと思ったんですけど、まあ通信もないしね、なんですけども、この高速シンカーとサークルチェンジの変化量が面白いなというのと、あとはまあスラカット、まあカットが4でスライダーが2っていうところもちょっと面白いかなと思ったのでね、今回どれぐらい通用するのかちょっと使っていこうかなと思っております。まあやっぱり基本の攻めは高速シンカー、サークルチェンジを交えつつ、スラカットを間に入れていくといった感じになるのかなと思っております。適性はね中継ぎなんで中継ぎでしか出せないんですけども、この2球種高速シンカー、サークルチェンジがハマる人にはハマるんじゃないかなと思ったのでね、今からこれ使っていくわけなんですけども、特殊能力もね伸び、緩急、対ランナーということで、まあ伸びでねミート、中ダウン、緩急で体感速度を調整できたりとか、対ランナーでミート、コドウン、パワー、コドウンというのもありますので、まあそうですね、特殊能力もすごい強いかと言われればそこまで強くないんですけども、出ればねミートを減らせることができるので、まあこちらもいいかなと思います。ということでどこまで通用するのか、もしね通用するようでしたら中継ぎに入れて次の大会迎えたいなと思っております。楽しみですね。では行きます。さあ行きましょう。で桑原投手なんですけど、まあ中継ぎなんでね、先発で1人投げて2人目から、中継ぎを投入していくという感じでねやっていきたいなと思います。とりあえず、そこまでカットしていきたいと思います。さあ行きましょう。桑原投手ノーアウト2塁ですね。さあ伸びが出ていく。でやっぱりねカットボールとスライダーでサークルと、シンカーをねうまく、使っていきたいわけなんで、まあ、まずはそうですね、カットボールからいきましょう。 OK 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 OK、 いいっすよいいっすよ。でこういうところね高速シングル、高速シンカーもう一回ちょっと見せていこうかな。スイッと、あとはやっぱサークルチェンジですよね。サークルチェンジを織り交ぜていくと、スイッ、オッケーオッケーオッケー、こういうことだよね、こういうことなのよね、そうそうそう、そういうことなんです。桑原投手の強みは、いいよいいよ、今の1個いい例が見れましたね。であんまり曲がらないスライダー、ここら辺からの高速進化、トゥー、おー打たないね打たないね。さあベストピッチ、ここら辺のサークルチェンジ、オッケー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 、いいよいいよ、いいですいいです、とても。さあどうだ、はい、オッケーオッケーオッケー、いいですね。で同じところからのカットボールなんていかがでしょうか、いかがでしょうか、オッケーオッケーオッケー、あいいですね、うまくはまってくれてますねこれは、いいいい、で伸び緩急ついていく。さあボール気味にちょっと見せていただいて、でもう一回カットボールいきましょうか、スイッ、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、有効よそれ。さあここから、ここら辺からのオッケーオッケーオッケー、外角からのカットボールどうだろうな、打たれる、危ないかな、あーちょっと危ないか、なるほどね、今迷ったんだよな、なるほどなるほど、まだちょっとねうまく使えてない感じはある。さあやっぱりこの高速シンカーかな、あーまあ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 いいでしょういいでしょう、右バッターにはこういうところの高速シンカーとかも使っていきたいね。 OKOK、 あんま曲がらないやつね、あれスタミナが完全にない、スタミナが桑原投手少ないっすね、かなり。オッケーオッケーオッケー、まあ1イニング目、あま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 あ、でもうん感じは悪くなかったっすね、うん、スタミナがちょっとかなりやばいんで、じゃあオッケー、この感じを踏まえて2試合目いきましょう。さあ行くぞー、第2試合目だぞー、さっきの借りはこの試合で返すぞ、お相手4割7分だったぜ、いい検証になりそうだ、では行ってみよう。さあここで桑原投手の
登場でございます。さあ全出しですね、いいですよ。さあまずはやってもたー、やってもたー、何をしてんだーって見て、この一球でこのスタミナの減り、このスタミナの減りやばない？桑原さんスタミナが弱点でございます。あらら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 、そうですか、4割7分だとこうなっちゃうのかな。いやー俺の配球が悪い、俺の配球が悪いんだ。よいしょ、 OKOKOK、 この高速ですよね。さあギリボール、ギリボール、ギリボール。あーやっぱでもやっぱりちょっと相手もクッてなってるもんね、クッて。さあカットボール来そうな位置からの、さああんまり曲がらないスライダー、よし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 。さあ伸び緩急、伸び緩急というところで一回ボール球を挟みの、オッケー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 、ナイスナイスナイス、伸びいいよ、伸びがいい。さあこのいやらしい高速、オッケーオッケーオッケー、あ4割7分にも刺さります、刺さります。皆さん朗報です、桑原投手使います、これ。はい、3試合目ですね、これラストかな。ラストはね、高速シンカーとサークルチェンジをね多めに多投して、相手の反応を見ていきたいなと思っております。よろしくお願いします。さあでは行きましょう、2人目ですね、桑原投手です。ワンアウトを取ったところでございます。おいいですね、伸び緩急出てきた。さあミートをがっつり削らしていったところで、このね高速スライダーとシンカーのできるだけこの2つでやっていこうかなと思います。結構ねやっぱ高速シンカーって捉えづらいんでね、うん、難しいんじゃないかなと思っておりますと。この辺からのサークルチェンジ、さあ入ってこないんですね。さあどうだ、 OKOKOK、 さあ難しいんじゃない、難しいんじゃない。さあこっからの高速シンカーを見ていく、サークルチェンジどうでしょう。 OK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 、 いいですねいいですね、こういう感じもあるんだよな。でこうたまにね同じような高さからカットボールも刺していくと、よいしょ、こういう感じですよね。うんうんうん、ありですありです、本当にこれ面白いね桑原投手で。入ってこないボール球、ああ見送っていく。で次サークルチェンジ、よいしょ、いいよいいよいいよ、刺さってる刺さってる、面白い面白いです、非常に。さあで高速シンカーなんですね、あーなるほどね、落ちない方のサークルチェンジは捉えられると。はい、じゃあカットボール挟んでいく、ボール気味のストレートをもう一回挟んでいきましょうか。さあベストピッチ出ていくよ、よいしょ、あー見送っていくね。さあフォーク、オーケーオーケーオーケー、いいよいいよ、たまに見せるフォークもいいね。さあベストピッチ、これは難しいんじゃない、よいしょよいしょよいしょ。さあピンチが続いていくよ、スライダーも見せましょうか、スライダーも見せていく、オッケーオッケー、まずはファール取ってカウントを整えていきましょう。さあ入るか入らないか微妙なところの、おー見送ってきますね、スタミナがない、スタミナがちょっと曲がりが甘いかな、曲がりが甘いけども、 OKOKOK、 なんとか抑えられました。さあ桑原投手なんどうなんだろう、これどうなんだろうね、使えるかな、どうだろう。はい、ではね最後に S ランク限界突破コーチ来てますので、10連だけ引いてお別れしたいと思います。いやー桑原投手ね、まあ今回ね使ったのがぶっちゃけ初見だったんで、僕も初見というかまあ初めてだったんで、まだまだね使い方慣れてないっていうところあったんで、まあこれね慣れてくると、うん、結構大会の速さとかだとよりね使えるんじゃないかなって思ってるんですよね。うん、まああとは早くね限界突破で極みまで持ってってね、相手のスピリッツも削ってっていったところになるかなとは思うんですけども、
いやーどうですかね。でも本当に大会近くなってきたので一人でも多くベンチに入れたいなと思っております。ということで最後はこの方でお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございました。では行きましょう、せーの、シュタイグー。